聞くチャンネル。こんばんは、聞くチャンネルです。今日はですね、10月2日土曜日、まあ現在ですね、もうちょっとで18時という時間でございます。今日もですね、埼玉県吉川市のセイコーマート橋本さんに、午後ですね、行きまして、夕飯ですねを買ってきました。ですね、いつものお惣菜コーナーですね、いつもまあいろんな新商品が出てるので、今日も見たらですね、目新しいものが何点かありましてですね、今食欲の秋フェアというものをやってるということで、でですね、1点ですね、お手頃マカロニミートグラタンというのがですね、なんかちょっと人気で品切れになっててちょっと残念だったんですが、その他にもですね、いろんな商品がありまして、まずですね、ミックスフライセット、ミックスフライセットですね、これ、中何が入ってるんですかね、フライドポテトと、これなんだろうね、チキン、唐揚げみたいなですね、ナゲットっぽいのもありますかね、あとはこれおそらくコロッケですよね、でソースもついてます。それからあと麺、主食としてですね、生パスタですね、道産ホタテとクリームソースって書いてありますね、ホタテのクリームソースですね、これがですね、これが、税込みで429円かな、さっきのミックスフライセットが税込みで410円、それからあとですね、また一個ちょっと気になるお惣菜がありまして、ちょっとまたさっきね、ミックスフライセット買ったんですけど、それとまあ中身がちょっと似てるんですが、タラとポテトのタルタルソースってね、これも多分季節物とか、あの新商品だと思うんですよね。タルタルがちょっと気になってね、でタラが入ってるんですよ、これタラの、これちょっとね、ちょっと種類的にはかぶっちゃうんですけど、どうしても気になったんで買っちゃいました。ということで、これを、レンジで温めて、これから夕食にしたいと思います。ではですね、こんな感じで、ですね、ミックスフライセットもですね、これバーベキューソースがついてます。ちょっと食べたいと思います。ポテトとかも合いますよね、バーベキューとかね、まあ、何でもいいか、揚げ物に合いますよね。では、いただいてみますかね。今日はフォークとかをいただいたんですけど、これ全部フォークでいけそうですね。ではこれナゲットみたいですね。ナゲットとフライドチキンなんですかね、これね。フライドチキンとザンギーの違い、この間どなたかの経験があったんですけど、フライドチキンとザンギーの違い、なんか衣に味をつけるのか肉に味をつけるのかで違うっていうのを聞いたんですが、合ってますでしょうか。ホットシェフの方に教えてもらいたいんですけど、これがポテトフライド、北海道の方はなんかの皮付きのフライドポテトといったら、皮付きでそのまま揚げてるのが多いみたいで、マックさんとかとちょっと違いますね。これコロッケも芋かな、コロッケさんも芋ですかね、芋づくしみたいな。うまいですね。では続いて、主食の方ですね、生パスタ、
ライゾーさんのホタテのクリームソースっていうやつですね。あんまりちょっとパスタってしょっちゅう食べないんですけど、美味しそうなんで買いました。うん、あー美味しい。なんか、まあおじさんなんでね、クリームソースって言われてもなんか、まあ、シチューみたいな感じになりますけど、シチューで美味しいですもんね、ホタテ入ってるとね。うん、ではこのホタテです。ホタテ、うん、ちょっと小ぶりで可愛いホタテですけど、美味しいですね。ポテトのタルタルソース、これはタルタルついてますね。これがタラのフライかな、ね、ちょっとタルタルをつけて。魚にタルタル美味しいですよね。いただきます。いただきます。うん、そうフライじゃなきゃな。うん、うまい。こっちにもポテトフライが入ってます。まあ、こっちはね、バーベキューソースじゃなくてタルタルで。いただきます。ですね。そう、ホットテクのお弁当と思ったんですけど、なんかこのお惣菜がね、目新しいものがあったんで、今日はこれで済ませようっていう。チャンスを逃すと食べられないものが結構あるので、今日はこれにしました。うまい。ハイボールがね、なんかもう最近は飲みやすくて、大体も焼酎のハイボールですね。あんまりね、味もストライドとか味の濃いものがあって、もうあんまり飲めないんで、通りです。焼酎のハイボール、あー、うまい、最高ですね。ということで、これからちょっとこれを平らげていきたいと思います。ということでですね、パスタ、生クリームパスタ、これめちゃくちゃ美味しかったですね。まあ、ホタテもですね、ちっちゃいながら結構数入ってて、やっぱ生、クリームソースがですね、美味しかったですね。なんかちっちゃいなんかベーコンみたいのもなんか入ってて、で、あとですね、タラとポテトのタルタルソースですね、非常に美味しかったです。さすがにね、多いですよね。この3品もう50代のおじさんが食べるにはちょっと多すぎますよね。でも、まあ晩酌があるので、つまみながら、これをつまみながらですね、これから晩酌したいと思います。今日ですね、実はちょっと昼間唐揚げ屋さん来たんですけどね、まあそれ自分で食べないで、ちょっと親戚っていうか身内にお土産に持ってったんですけどね、ああれ食わなくてよかったな。あれ食べてて、この揚げ物ですね、揚げ物をですね食べられないですもんね。まあその唐揚げはその唐揚げ屋さんですごく美味しいんですけど、まあ、今日は、身内のお土産にしていてよかったなぁと、そんな感じで、
これからもですね、ちょっとなんか新商品とか新しいものがあったら、ちょっと店員さんなんかにも聞きしながら新しいものを、味見したいと思います。まあついついね、新商品が出るとね、買っちゃいますね。橋本店の皆さん見てますか？今日ですね、初めて店長さんかな、男性の店長さん、私初めてかもしれないですね。ちょっとご挨拶させていただいて、これからも一つよろしくお願いいたします。ということで、またあの新商品とか美味しいものがあったら情報をよろしくお願いします。あの見てる皆さんもですね、ぜひともあの埼玉県吉川市、いや、まあ、埼玉県内にも9店舗あるということなので、お近くのセイコーマートさんがありましたらですね、まああのぜひとも足を運んで、ホットシェフのお弁当とですね、もう、種類豊かなお惣菜をぜひとも食べてみてください。じゃあ、 最後までご視聴ありがとうございました。ではまた見てください。さようなら。